誰かいるの？ひどい匂い。これって考えたくもない。なんてこと。やるわよ。あとは主電源を入れるだけ。
アルロス、ジルよ。電源を復旧させた。よし、いいぞ。次は運行システムの起動だ。鉄道会社の司令室に向かってくれ。司令室のあるオフィスはこの地区にあるってことしかわからない。どのビルかわからないの？何よそれ。多めに見てくれよ、相棒。誰が相棒よ。カルロス、司令室に着いた。次は何？よし、運行ルートを入…よし、行き先は？今いるのはレッドストーン駅だ。行き先はフォックスパーク駅。設定できるか？私はスーパーコップ。朝飯前よ。ルートの設定が完了しました。カルロス、私よ。運行ルートを設定した。いいぞ、ジル。素晴らしい。不当不屈だな。急いで駅に戻ってくれ。出発の準備をしておく。何？他の出口を探さないと。今の鳴き声は？もう最悪。この服燃やすしかない。
聞こえる？ジル、やっと繋がった。大丈夫か？なんとか生きてる。奴は巻いた。よし、地下鉄は準備 OK。 君が戻り次第出発だ。武装する知能があるの？カルロス、こちらジル、聞こえる？はっきり聞こえる。そっちは無事か？ええ、奴を倒した。よし、よくやった。でも無茶しすぎだ。おとりになるなんて自殺行為だ。説教はやめて、ああするしかない。Thank you.
しょ。めちゃくちゃね。カルロス、最初はひどいことも言ったけど、助けてくれてありがとう。いや、借りを返しただけだ。君は俺より勇敢だ。とにかくこれで、みんな町から脱出できるのね。ああ、君はもう大丈夫だ。あなたは？一緒には行けない。地下鉄には乗らないんだ。どうして？新たな任務だな。町を救うためなら何だってやるさ。よし、しっかり集中してくれよ。もう警察署だ。ここが？どう見ても墓場だからな。おい、やる気か？あの警官はどこだ？さあな。それより任務が先だ。情報が確かならバード博士はスターズオフィスにいる。ひっ捕まえてさっさと戻ろう。ひっ捕まえる？救助するんじゃないのか？カルロス、これ見てみろ。オフィスの場所が分かった。ここだ。いいか、バードはアンブレラ社の機密を握ってる。本人もただじゃ済まないと分かってるはずだ。なるほどな。だから救助じゃなくて捕まえるのか。嫌な任務だな。シャッターを開ける。そこから行け。お前は警察署の現状を調べてくれ。ああ、何か分かったら呼ぶ。おい、気をつけろよ。ああ、お前もな。一体あれは何だ？よし、お出ましか。タイレル、聞こえるか？
未知の何かがいる。強敵かもしなきゃ。
り落としてやる。カルロス、聞こえる？ああ、もうこんな時に故障するなんて。してよ。必ず耐えれば。バードは多くの研究室だろう。相手を捨てる暇はない。ナサニエル・バード博士のオフィスへようこそ。ご用の方はインターホンにお声掛けください。
なぜ博士のオフィスに軍事関係の書類があったのか知りたいだけです。私は誰だと。生命科学の権威ナサニエル・バードだぞ。バード博士。タイレル、バードは死んだ。撃たれてる。マジかよ。ワクチンは？今探してる。 PC があるはずだ。ここに。待ってろよジル、少しの辛抱だ。タイレル、ワクチンを見つけた。よし、今そっちに向かってる。気をつけろ。気をつけろ。街の三条。
来そうにないな。アンブレラの地下施設はこの病院の地下に。威力はお墨付きね。ここが地下への入り口ね。まさか病院の地下にこんな施設があったなんて。ここまで食らいついてきたことには敬意を要する。だが残念ながらゲームはもう終わりだ。終わらせないわよ。Thank you.
これで揃った。一足遅かった。一体ここで何してたの？この先にワクチンがあるはずだ。あなたは残ったら？休んでいられない。一緒に行くぞ。分かった。やり遂げましょう。きっとこれが動力。Thank you.
ワクチンを作るのに使えそう。一体何なの？どこに行ったの？早くワクチンを取り返さないと。
っていかれるわけにはいかない。カルロスが奴を止めて